るな。店長、出番です。なう。なう。店長、なう。じゃあすいません、ちょっとこの貴重な時間を使って、ここで素敵なプレゼントがあります。おお。なんだなんだ。お金では買えない。大事なものですね。おお。その卵を愛すべき。大丈夫か。関係者からたくさんのコメントをいただきました。それがこんな感じでね、います。では卒業式授業みたいな感じで、じゃあ上さん、この時をおめでとうございます。出会った時はものすごい小さかったのに、あのライブ最後どうしたけど、すごくたくましくかっこいい女子から女性になったなって思いました。これあれですか、セットカメラですよ。分かってる分かってる。なんでちょっとまた僕らは別々の道になってしまうかもしれないですけども、またいつでもやりたくなったらここでやったらいいんじゃないかなっていう思ってますので、とりあえず一区切り、今までありがとうございます。そしてこれからもぜひ頑張ってください。ということで、どうぞ。じゃあ、アイさん、はい、ここまでですけども、出会った時は、ちっちゃくて、ちっちゃいのはトレードマークだ。あ、そうです、はい、ちっちゃくてうるさいだって思ったんですけども、いやいやいや、お前言葉です。世の中は静かすぎるんで、それぐらいうるさい子が言ってくれた方がみんなの元気になると思いますので、で、まあ、あの最後来られることですね、あのすごいかっこよくうるさいなって思いましたけど、でもそれが多分あなたの、長所であるので、そのうるささが誰かの元気になると思いますので、ぜひ今後とも頑張ってください。それでは頑張りましょう。はい、じゃあ、どうぞ。皆さんから。私服で失礼しますけど、皆さんこれからも頑張ってねっていうと、お二人とも卒業おめでとうございますっていうので、本日の卵さんに、好きそうなお菓子セレクション。ネットワーク連携による、ちょっとごめんなさいね。めっちゃそこのケーキ屋さんおすすめなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ろうな。Yes. やるしかないぞ。リーダー。キャラが濃い。いやいや、ホンソン卵先輩でもありますよ。いやいやいや。ありがとうございました。ありがとうございました。ファンを代表して卒業証書の授与を行わせていただきます。シーンみたいなね。そりゃそうでしょ。本当そういうもんだね。そういうもんです。はい、盛り上げようとしてたんですか。おーとかやって。おーなんて言われました。おーって言わん。言わん。はい、言わん。あ、じゃあ静かに。いけねえ。え、それはやだ。これは、愛ちゃんがしよう。少々というか、あなたは地元を松江市の良さを伝え、松江の卵メーカーとしていくと、すべての活動を収めました。その功績をたたえ、表彰します。平成30年3月31日、松江の卵ファン有志一同に。こらこらこら、まだ早い、まだ早い。はい、どうも。平成13年3月4日生まれ。あなたは
地元松江市の良さを伝え、その卵メンバーとしての全ての活動を収めました。その功績をたたえこれを称します。平成30年3月31日放送卵パン有志一同どうですか。関係者ってファンか、ファンも関係者入る、じゃあ関係者の方々からなんかすごいいっぱいこれまでもらって、一気に誕生日のとか時とかも1枚とか2枚ぐらい多くて、なのにこんなにねいっぱいドサっていっぱいその色紙をもらって、そのなんていうの、あ、そんだけそのね、さっきなんか、まあ、いろんな方が言ってたように、なんかそんだけその本素の卵っていうのが愛されてたんだなみたいな、そう、なんかね、そうしんみりしたくないからさ、こうルンルンってルンルンってしたいから、愛してるそれって思ってて、そのね、何回も何回もねこれまでに言ってきてるけど、その本素の卵を立ち上げた当初は、そのお客さんファンの人とかも一人おるかおらんかぐらいで始まって、で生誕祭っていうこういうステージとかで生誕祭をすることもなかったんですよ、初めは。それなのにもうその卒業ってなって、そのこれまで4年目に差し掛かったとこなんですけど、それって その4年間でこんだけの方々にその卒業式に来てもらってて、すごいなんて言うんだろうな、嬉しいなみたいな、そのリーダーとして私はその本素の卵をまとめることはそんなできてないけど、そのね、まとめることはできてないよ。そう、でもそのなんていうんだろう、まとめてはないんだけど、そのなんかこう立ち上げて頑張ってきて、でリーダーとして頑張ってきて、それでまあこんだけのファンの方、まあ、今これ来れてない人とかもいるとは思うけど、そのファンの方とかそのスタッフさんとか演者さんとか、すごい本素の卵っていうね、そのアイドルがこんだけいろんな人にこうね愛されるようなアイドルにここまで育ったんだなって思って、まあお母さんだからさ、あのアイドル、あの本素卵のお母さんだからさ、私だから、そうだから、まあすごい嬉しいなって気持ちと、そのもう本素の卵としてステージに立つことはねないけど、そのまあそのステージ本素の卵としてステージに立つことはないけど、ステージに立ちたいとは私は思ってるので、もしそのそういう機会とかがあったら今後ともよろしくお願いします。なんかこんないっぱいいろんなことしてくれてありがとうございました。出たん大丈夫？声が出ない。ああ、そう。風邪ひき取られて、風邪ひきちょっと涙出ますね。なら真ん中だって。はい、どうぞ。やばいな。ひそひそ声。マイク食った。お、いけるね。いや、まずは。今日は卒業式来てくださりありがとうございます。お疲れ様です。まだ放送の卵に入った当初はなんか
こんなお客さんも全然いなくて、でもなんかまだ愛ちゃんが超絶純粋な時に入ってきて、こうわちゃわちゃで、みんなでパリピみたいなしてたのに、なんかどんどん変わってって、なんか変わってて、いやだけどその前から推してたおたさんは分かると思うけど、なんか全然今のお前と変わってて、すごい正直言ってちょっと怖かった。変わってくお友達が小学校から同じで、だから本当、正直怖かったけど、まあ、でもなんかこんなんでも真面目なんだよね、ちょっと。なんとこもあって、なんかちょっとちょいちょい、ね、引っ張ってくれる、放送の卵を中心に引っ張ってくれる。リーダー的な存在のところもあって、でそれで放送の卵もこう、なんだろう、ここまで来れたと思うので、結構大事な存在だと思ってました。はい、はい、まあ、愛ちゃんの話でリナちゃんは私はいリナちゃんはあの途中からね、そうだね、で、なんか、そう、あら、スカウトされた時に、私いなくて、そう、いなかった。え、誰この子みたいな。え、みたいな、こんな可愛い子、え、みたいな、どうしたみたいな。で、なんか、スカウトしたみたいな話聞いて、あ、そうなのみたいな。そう、よろしくお願いします、みたいな。すごい。なんだろう、数ヶ月間、初々しかったよね。うん、これ全然しゃべれなくて。そう、でもコタンもあんま喋れてないよ。もう全員、あ、ごめんなさい。あ、はい、そう、すみました。いや、まずとりあえず、あの、敬語だった。お互いが。お互いが敬語みたいな。ねえ、もう、年まで一個したってことで、なんか、ちょっと、あれ、感じになってちょっとね、正直言うとね、やったんだけど、うん、なんかね、仲良くなっちゃったな。なっちゃった。なっちゃってね。で、なんか、どうした？なんだろう、趣味もちょいちょい合うようになってきて、うん、そうだね、すごいなんか、まあプライベートではちょっと遊べることがなかったんだけど、放送の卵としては結構仲良くさせてもらって、うん、すごい大好きですよ。ありがとうございます。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張らせていただきます。で、何言ったっけ、はい、自分のこと。あ、自分のこと、自分のこと、あと自分は、うん、あのもう この業界で、うん、業界って言うんだよ。うちだけじゃなかった、仲間いた、よかった。この仕事、仕事じゃない、関係、あの趣味、活動、こういう活動はもうなんかはしないし、やめるんだけど、うん、最後まで温かく見守ってくださった皆さんもすごい感謝してます。ありがとうございました。はい、はい、美穂さん終わった。じゃあそれでは、まあ、次期リーダー、次期、はい、明日からリーダーの、はい、ね、まあ、リナさんに最後は締めていただくか。締めって何、喋るとかそういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、いつものあの挨拶、ご挨拶、はい、皆さん立って。え、私がやるのこれ。え、そうだ、それでいい。あ、嘘じゃなかった。撮影は焦ったからな。撮影いつ終わってから。あ、そうだ。はい、あの、いつものこれすればいいの。はい、そうです。それを次期リーダーにしてもらいたいと思います。はい、はい、あ、はい、私も喋りたかったんだけど、ごめんね。あ、じゃあ、いいよ、喋る、いいよ、喋って。もう喋る、いや、もうなんかこうやって自分で言うの恥ずかしくない、なんか。いや、いいよ、いいよ、いいよ。あ、じゃあリーナさん、どうぞ。聞きたいな。なんかね、うん、さっきね、うん、これ見ててさ、この DVD、 あ、スクリーンのやつね、スクリーンのやつ見ててさ、写真めっちゃあったじゃん、はい、途中から入ったのに私が入ってるの結構多くて、うん、すごいなって思ったの、うん、で、こんなグループ、こ
にこうじゃあこうこういうグループこういうグループに本当に入れさせていただいて本当に、はい、うん、ありがとうございます。いえいえ、ね、コメントは辛いね、なんかこんなにポタさんもついてくれて、そうだね、今まで積み重ねてきたことをこれからも引き継いでください。って言っちゃうかな言おうとしたじゃん、言おうとした、締めないじゃん、締めないじゃん、もう一回、もう一回いいよ、もう一回どうぞ、もう言いたくねえよ。はい、これからもあの私が積み重ねてきた私がだって、うん、そう積み重ねてきたもの、ね、そうみんなでこうね積み重ねてきたものをりな先生がりな先生があの引き継いでくれるそうなので、皆さんりな先生をねすごい応援してあげてください。よろしくお願いします。お願いします。というわけでリーダー、はい、締めてください。最後の締め、締めやりたいと思います、はい、私が誤信をしちゃうぞ、せーのと言ったら皆さんで押して押してと言ってください。はい、それではいきたいと思います。あなたのハートに誤信をしちゃうぞ、せーの、押して押して。ありがとうございます。ごめん、そうあー、惜しいところ、あーやっちゃったね。ありがとうございました。できるよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、あのこの後物販などあるので、はい、よかったら来てください。ラスト物販です。記念撮影があるって。わっ、とりあえずここは引きます。とりあえず引きます。大丈夫じゃあ写真撮影をしてから物販の方へ皆さんお願いします。あ、とりあえずまだここにいてくださいね。やるんだ、さっき声で言うよ。聞くないで。まだまだ愛ちゃんとるいちゃんに卒業してほしくないですよね。愛ちゃん、るいちゃんコールで呼び込んでみようと思うんですが、どうですか。タイミングの用意もお願いします。やばいね、これ。頑張れ。じゃあ、アクションいくぞ。